知能や学力はほぼ遺伝で決まる。じゃあ勉強って意味あるって、まあ、遺伝による知能の、まあ、影響大きかったんじゃないかなって。知能における遺伝の割合や加齢とともにどんどん高まっていくって、自分の、まあ、頭脳以上のことをやろうとするとどんどん苦しくなるっていうポテンシャルのことを知って、自分なりの価値筋を見つけて幸せに生きることが重要かなって。どうで始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はカリスさんにおいでいただきました。チェンジオシェフ、いや、カリスだ、はい。今回は知能や学力がほぼ遺伝で決まる。じゃあ、勉強で意味あるという、まっすぐ炎上しそうな、まあ、ネタについて話したいと思います。すげー。来ますね、そういうネタ。はい。はい、まあ、ぶっちゃけ知能ほとんど遺伝で決まります、ね。わお、わお、わお、はい。知能っていうのは記憶力、言語能力、空間認識力など、多岐にわたりますが、結局すべての知能って強い相関があるってことは分かっています。はい、なぜなら、知能というのは基本的な学習能力であって、これは脳って一般問題解決ツールとしてずっと進化し続けてきたからです。だから特にまあその英語学習に使う脳とまあ数学学習に使う脳が特に違うわけではないので、ほとんどはまあ一緒なんですね。そこに使う遺伝子ってのはほとんど一緒っていうことが分かっています。だから記憶力がいい人は空間認識力の平均としてはずっと一般の人よりは高いですし、まあ言語能力も大体高いです。まあ僕個人の例で見てもまあ結構空間認識力が低いかなと思うんですけれど、他の知能は全て圧倒的に高いかなって気がします。そうですね、まあ記憶力も言語能力も計算力も全部、まあ、一般の人よりはだいぶ生まれた時から高いかなという気はしています。ね、大学は一応、まあ、一応東大ですね、はい、16歳の時に東大受かりましたね。だから正直、まあ、自分の遺伝というか、まあ、そういう、まあ、遺伝による知能の、まあ、影響は大きかったんじゃないかなって思っています。実際に行動遺伝学の第一人者ってロバート・プラミンって言うんですけれど、この人によると知能というのは遺伝プラス環境であって、知能のなんと 50% は遺伝で決まると言っています。しかも知能における遺伝の割合や加齢とともにどんどん高まっていくってことが分かっているんですね。だからどんどん無理ゲーになってきます、人生って。乳児の時はその遺伝の割合が2割なんですけれど、子供になるとそれが4割になって、大人になると6割になって、老年になるとなんと遺伝の割合が8割になってきます。だからほとんど知能ってもう遺伝で決まっちゃうようになるってことですね。これ一見だが、まあ僕らは想像と違うじゃないですか。いろんな経験をどんどん積むようになるから、だから遺伝の影響どんどん薄まるんじゃないかなって思いがちですね。でもそうではないんですね。なんでかというと、人間というのは遺伝で引き継いだ自分の知能を高めるために、自分の学習能力に合った難易度の環境を自ら選んでいくからですね。だから人生における知能の影響もう雪だるま式にどん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 大きくなっていきます。遺伝でもその賢い今子供っていうのはどんどん自分の賢さに合ったものをやっていくの、自分の知能でどんどん高まっていくの、自分のポテンシャルだったからどんどん生かしていくということですね。だからその差ってどん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 どうしようもなくなるぐらい離れていくだけですね。面白いものとしては、まあ、50年前の人よりも現在の人の方がずっと賢いってことが分かっているんですね、研究で。なんでならその平等が広まって環境を自分の手でどんどん選べるようになったじゃないですか。だから遺伝で引き継いで自分の知能のポテンシャルを、まあ、現代の人の方がはるかに活かせるようになったからですね。だから昔だったら賢い人でも全然自分のポテンシャルを活かせなかったんですけれど、だから今の現代というのは僕らでももう遺伝でほとんど決まるような社会に生きています。わーわーわー、ね、だから科学的にぶっちゃけはっきり言えるのは、まあ、本気で自分は知能が高いと、まあ、信じ続けられる人以外で、まあ、学力以外を生かした生き方をした方が絶対にいいです。わーわーわー、ぶっちゃけどうにもなりません。まあ若いうちは頑張った方がいいね。そうですね、若いうちは頑張った方がいいんですけれど、ただまあそれがどん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 、まあ、その差が広がっていくので、だから自分が知能が低いと思っているのに、その学力で勝負したところでこれからどんどん自分が辛くなっていくだけなので、そうですね、鉄は英語学習をする大人を応援します。だから結構まあ遺伝学的に言えば少なくても、まあそういう自分の知能に合ってないもの、だから自分のまあ頭脳以上のことをやろうとするとどんどんどん苦しくなるっていうのはまあ分かっていますね。ただまあこれは僕は適当なこと言っているんじゃなくて、まあその遺伝学の中だと、まあその様々な研究によってこれはもう確実な事実としてまあ証明されているものですね。ただまず自分は逆に言えば知能は高いとそう思えるような、まあそういう人であれば、それはずっと信じ続けてくださいとも僕は言いたいですね。まあ自分が知能は高いと、まあ、信じることで、まあ、どの運動だったり瞑想、体験、思考、栄養摂取などといった形で、まあ、自身の知能を高めるような行為を自分がどんどん選び取るようになるので、だから自分は学力で勝負しますよって決めたのであれば、自分は圧倒的に知能が高いともう思い込んで、まあ、どんどんやっていくべきですし、まあ、そうでないと、まあ、最低限のことだけやって、まあ、そんな学力に頼らない生き方の方がいいかなって思います。思い込もう。
そうですね、思い込みでまあ大事かなって思いますね。多分まあ正直なこと言っても個人的にも人と話しててこの人は自分と脳の作りが根本的に違うんだなっていう感じる瞬間ってものすごく多いかなって思いますね。それは自分よりもはるかに知能が高い人でもそうですし、まあ、逆に知能がまあ低い人でもそうですね。なるほどなるほど。なんかまあ思考の方式はまあまるきり違うんじゃないかなっていうのはやはり思っちゃいますね、うん、細井先生とかね、うーん、こう賢いってみんな見ますからね。うーん、そうですね、まあ、学会とか言うとまあザ天才、もう歴史のレベルでまあ天才みたいな、そういう人もいるじゃないですか、うん、そういう人は、ね、やはり自分とは別世界の人なんだなって、ものつくまあ圧倒的に違うんだろうなというふうにはやはりどうしても感じてしまいますね。まあ正直自分がいくら頑張るところでそのレベルまではたどり着きそうにないので、まあ別にたどり着く必要もないですけどね、自分は自分なりに幸せにすればいいだけの話なので、だから僕はこう思うんですね。知能に限らず自分のあらゆる方面におけるポテンシャルのことを知って自分なりの価値筋を見つけて幸せに生きることが重要かなって思っています。だからまあ僕自身も運動能力だったり絵心だったり音楽だったり、そういうのは一切才能がないので完全に捨ててしまっています。へえ、そうだったんですね。はい、だからできることにまあ集中した方がいいかなって思いますね。だからまあ長所は生かして短所は無視するっていう、そういう生き方がいいかなって思います。ただまあやはり先も勉強する大人を応援しますっておっしゃってましたけれど、はい、大人は正直わかんないですけど、少なくとも子供は僕は頑張るべきかなって思っていて、子供だとまだ、まあ、遺伝の影響が薄いので、まあ、自分の知能のポテンシャルがどれだけあるのかってもわからないんですね、はいはい、さらにはまあ人間、まあ誰しもそうなんですけど、騙されずに幸せに生きるためには最低限の学力ってやはりどうしても必要なので、まあ、そういった意味である程度までは勉強は誰でも頑張るべきかなって思っています。そうですね、だからやりましょう、勉強しましょう、諦めずにやりましょう。まあそうですね、まあ自分なりにまあ頑張りすぎずに頑張るのがいいかなって思います。最初の遺伝のとこだけ切り抜かれてね、なんか切り抜こうとかなってたらまたすげえ攻められるかもしれない。そうですね、少なくとも多分やり方次第でも自分の遺伝による自分の知能のポテンシャルまでは到達できるっていうことなので、うん、結構まあそのポテンシャルよりも下のところで自分はダメだと諦めきてるっていうのもすごい多いかなって感じていて、だからまあその負けの塾のメソッドもいいかもしれないし、いろんな、まあ、それ科学的に隠されたまあ勉強法とかそういうのを使って、まあ、自分の、まあ、知能まではちゃんとポテンシャルを活かせるようになり、まあ、それで頑張ってくださいと思います、うん、まあ、それ以上まあ無理なので諦めましょうよっていうことも もちろんまあ言えますね。ぜひそういった形でやっていってもらえればいいんじゃないかと思いますので、はいはい、まあみんな頑張りすぎずに頑張ろう、頑張りすぎずに頑張ろう、そして東大で待ってるよいやどれを捨てたかな僕、学力、絵心、確かに運動を捨ててるかもしれないですね、まあ、いっぱい捨てた結果としても自分も今の自分はいいかなっていうふうに思いますね。そうですね、まあ、確かにそうですね、理科系も捨てて、うん、語学に振り切った感は、ね、よく言われますからね、なんでそういった形で参考にしてもらえればいいんじゃないかと思いますんで、はい、ぜひ、あ、そしてカリスさんのチャンネルも出ますので、はいはい、そちらもぜひチェックしてみてください。そうですね、批判コメントはカリスさんのチャンネルもお願いします。まあ、僕は一つだけ、まあ、言いたいのは We can't win everything、 全てを得ることはできない、だから一番大切なものだけ大切にしていけば、まあ、俺らみんな幸せに生きれるよ。以上、ありがとうございます。ありがとうございました。 Thank you for watching。 タイプです、まあ、エンジョイしそうなこと言いました